はい。ダッシュで行こうぜ。アフターさん出ましたよ、新しいの。これさっきのやつなんですけど、はい、スピードピッチスライドってあるじゃないですか。走った時の前半をちょっと撮ってみたんですね。すごっ。なんかこう固定カメラでスローで撮ったやつを入れると、こんな感じでこの間の速度ピッチスライドを出してくれてて、この加速局面って速度平均されてもわかんないじゃないですか、最初と最後で。次の画面行くとですね、動画の始まりが 6.5、まあ、秒速 6.5 メートルぐらい、はい、なので、まあ、全然スピード差し上がってないんですけど、始まってから3秒ぐらいですね、3秒後とかだから30メートルぐらいでは 9.8 ぐらいまで、すごっ、スピード乗せられてるんで、だから多分11秒フラットぐらいの出力は今も余裕で、スピード的には多分出せてっていう分析ができるっていう。すごっ。9.8 ですか。 9.8 出てましたね。 1%2% 誤差があるんですけど、それでも 9.6 とか多分出てるんで、やばっ。だって1秒に 9.8 メートル進むスピードの速さが出てるってことですよ。その、だって何メートル付近ですか、それは大体。それはだって30とかですね。うん。10秒台出そうとしたら 10.3 とかって言われてますよね。大体そういう人って45ぐらいが多分トップ乗るとこなんで、45で 10.3 ぐらいってことなので、30とかだとみんな 9.5 とかなんですけど、スタートでも早いんで、そこで 9.8 とか出てるっていうのは、まあ割と、前半の動きだったら、やっぱりその10秒台ぐらいのスプリンターには全然勝てる水準にまだいらっしゃる。みんなが今まで動画で見てきた感覚でもなんとなくわかるけど、数字としても出てるってことですよね。じゃあそれに勝る藤田さんは早いってことですか。いやすごすぎ、賢すぎ。怒ったやばいやばいね、これは。セブンイレブンはまだある。うわ、やばい、伝えあるわ。懐かしい。アナザースカイだ。アナザースカイだ。あ、なにさん、ってるよ。流ってる流ってる、流ってる。あそこ、看板がないもん。うわ、マジで。やばたい焼き屋さんなくなったのか。たい焼き屋もなくなってる。全部なくなってる。串焼き屋って、串焼き屋。パン屋さんもできてるし。あ、ひじりはあるわ。ひじりある、うん、うわ、マジですげえ。激嬉しい。激嬉しい。懐かしい。ひじり。先輩がめっちゃひじり好きで、僕そんな好きじゃなかった。もう小田さんと1、2回ぐらいしか行った記憶ないな。結構ご飯2人で食べ行ってたけど。そう、そうね。行かないっすよね。味噌ラーメンがそもそもそんなに得意じゃない。あ、そうなんだ。魔人ブーもある。今日終わっちゃった。魔人ブー、マジでやばい。そうだったらしい。この眺めはやばい。やばいね。はい。この眺めはマジでやばい。4年間ですからね。そうだね。普通に。ドキドキしてるもん。するよ、ね、誰に会うわけでもないのに緊張しちゃってるわ。誰にも会うわけじゃないです。そうなんです。正門まで行って帰ります。懐かしいんで帰るだけ。いやでもね、あの今ちょっとご飯屋さんいくつか紹介しましたけど、いくつかなくなってるんですよね。ね、なくなってるプラス美味しいんですよね、全部。そう、はい、美味しいんすよ。その、あ、え、猫なんかいるよ。絶対学生じゃん、あれ違う。絶対さ、長距離だよね。ご飯いただきました。いただきました。めちゃくちゃお父様とお母様元気そうで良かったですね。東洋の学生っぽい子たちもいましたもんね。ね、明らかに長距離っぽい、ね、あ、うん、もう目の前が東洋大学。ここに小田さんと僕は住んでました。看板はあったと思うんだけど、こんなガチガチに強そうな感じじゃなかったですよね。違うね。ちょっと待って、コモレビーって名前？コモレビー。嘘でしょ。そうですね、この道、コモレビの道っていうのがあって、そっちの方に歩いていくと、寮の方に着くんですけど、ちょっと待って、コモレビーは。コモレビーやば。何を意識したんだろうね、これ。昨日のなんか、裸のモンスター。やばい、ここの道。ここの道、語彙力なくなってるって。
なんだかんだ僕も卒業してから来てなかったので。ああそっか、はい、まさか今自分が走ると思ってない。マジでまさか調子上がってきた。調子上がってきた。なんならあー入れないね。閉じてるね。そうそう、東洋大学のマジでこんなんあったんだ。ここはね、母校です。過去の栄光に迫るとこ。ダッシュで行こうぜ。はい、チーズ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか。練習の感じとかどうでもいいんで、鶴ヶ島の感じだけ。でも懐かしかったです。懐かしかったですか。ただね、やっぱ改めて思ったのは、なんもね。僕のチャンネル見てる人でさ、もしかしたら東洋を目指していきたいっていう方もいるかもしれないじゃないですか。なるほど、ね。すごく落ち着いた土地でございます。いいと思う。いいと思うよね。落ち着いて住める。欲がないからね、この街には。まあ、都会の方が楽しいけどね。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。